はい、こんばんは。グリーンスタッフワールドの、クロッシー、キャンディーインク試していきます。これいい感じでしょう。これちょっと他の色も後で塗ってみますね。はい、で、あと3色赤まできました。これボール入ってますね。このグロス系のねペイントは艶出し成分が入ってるんで、まあこう攪拌のためにボールが入ってるのかもしれません。うん、シェイドとして使うんだったらさっきのインなんだっけ、思い出せねえインテンシティ、インテンシティのインクの方がいいですけど、金属とかのね、うん、艶を落とさないで、グロッシーに仕上げたいっていう場合は、キャンディーインクいいんじゃないでしょうか。今までね、艶のある、インクってちょっとどうやって使うのかいいのか分からなかったんですけど、まあ、金属の、シェード的な使い方に関しては少なくともいいし、あとはねその乾かないぐらいのうちに、ミニチュアの表面で混ぜる、ミックスしちゃうっていうのも結構いいかもしれないです。これちょっとねいいっすね、この感じ。僕ね金属色がね好きでね、金属色を割と追求してるんですよ。メーターがね世間では大人気みたいですけど、ノンメーターはね多分すごい手間がかかるし、僕はちょっとねそんなに今興味はないんですけど、でも金属色もねすごい魅力がある色がたくさんありますんでね。昨日ね使ったファレホのリキッドゴールドとかシルバーのシリーズ、あれねすごくいいんですよ。いいんですけど希釈がちょっとね難しいんです。色じゃない水使っちゃダメなんで、錆びるっていうんですよね。中に入ってる顔料が金属なんですってだからね錆びるっつってもね、まあ凝固するとかそういうニュアンスだと思うんですけど、なんでね水は絶対に使うなって書いてましたね。はい、これはねカッパーですよ。さっき今言ってた、リキッドゴールドの、まあ、カッパーっぽい色にちょっと今ねピンクじゃなくてなんだっけ、レッド、ルビーレッドをちょっと足してます。これはいいっすね。金属色と、キャンディーインク、グロッシーなインクの組み合わせ、これは結構ねいいかもしれない。これネクロンとかねこういうモデルに関してはいい感じがしますね。ちょっと分かってきた。あ、これね、ヘルボーイって知ってるかな？アメリカのコミック、アメリカ？イギリス？アメリカ？アメリカのコミックのヘルボーイ、まあ、知ってますよね皆さんね。ギレルモデルトロがね昔映画化して去年、またリブートが
映画化されたんですけども、まあそれはまあぼちぼちって感じでね、それのボードゲームは出てるんですよ。マンティックゲームズさんからね出てるんですけど、それのねキックスターターでね、うん、あそうだ、さっきのねお店、これインピューティスオーダーさん、あのインフィニティのねコードワンとかプレオーダーしてるんでね、で両方セットでなんか 5% オフとかでね、送料がね国内日本は無料ですよ確か、安いんでね買いましょう何勝手に宣伝してんだ、いいのかな、いいんじゃない、誰が今答えてくれたんだ、僕の中の僕が今返事をしてくれたんですよ。発音がね Impetuous Order、 Google 翻訳だと衝動的な秩序って書いてますけど、意味としてはオーダーってね、まあ注文っていう意味もありますけど、あとオーダー66のオーダーね、まあ命令とかね、新世界秩序っていうニューワールドオーダーって言いますよね。だからまあ衝撃、熱烈な、注文とかね、流れ激しい、猛烈な、秩序、そんな意味なのかな。まあそれはいいとして、良くないんだけど、あのお世話になってるんでね、買い物を使わせてもらってます。無料で、送料無料でね、僕はあの北国の帝王なんで、北の方に住んでるんですけど、北国の帝王の話またするか、それでもね無料で送ってくれるんですよ、関東からね、ありがたいです。インフィニティとかの重いんでね、送料結構かかってんじゃないかなと思うんですけど、ちゃんと利益出してね、マシューさんね、マット利益は大事よ勝手なこと言ってますけどね。でこれね、ヘルボーイザゲーム、ボードゲームのね、のキックスターター、僕あの注文したんです。キックスターターってみんな使ってますかね、あのクラウドファンディングですよ、要するに。で、あのね、クラウドファンディングでキックスターターっていうのがあって、これちょっとインク溶媒が強いかもな、下地が溶けるような雰囲気があるな、ちょっとその辺が、十分に乾燥させてからインク塗った方がいいのかもしれない。まあ、ちょっとそれは検証は必要ですけど、キックスターターでね、あのミニチュアかなりねいっぱい出てますよ。ボードゲーム、カードゲームいっぱい出てるんでね、で毎週もうウゴのタケノコかっていうぐらいね、もうバンバン出てるんで、でかなり今、場合によっては安く買えるものもあります。でまあ、キックスターター、クラウドファンディングなんで、まあ、リスクもあるんで、ある程度その辺は承知で使ってもらった方がいいと思うんですけど、でヘルボーイはね、そのマンティックゲームズさん、がやってたキックスターターでやってて、で僕それがね最初だったの。ヘルボーイがコミックの中でね一番好きなんですよ、メコミの中でね、ヘルボーイってね、その可愛くて強くてね、で寂しいやつなんですよ、で絵柄もねすげえかっこいいんですよね。でそれが、まあ、あのボードゲームのあるっつうんでね頼んだんですけど、その時キックスターターのシステムはよく分かってなくて、拡張版、拡張パックってありますよね、ボードゲームとかでもね、
あれですよ、ゲームで言うと拡張ダウンロードコンテンツみたいな感じで、ほらちょっとこれ今下地剥がれたんですよ、ここほらちょっとね溶媒が強いから剥がれちゃう、下がツルツルしてると、そのほらここも剥がれてきた、あんまりちょっと薄めてから使った方がいいかもしれないですね、これね溶媒が強力なのかも、でキックスターターのシステムがよく分かってなくて、その拡張版、追加パッケージの注文をしてなかったんですよ。でそれの中によりによって僕が一番、ヘルボーイの次に好きなのは、ハンギョジンだけども、その次に好きなって、敵キャラで一番好きなのはね、ジュレスクっていうね、なんだろうな、馬に乗った騎士みたいなね、そう騎士の幽霊みたいな人がいるんですよ。そのジュレスクが あってもうこれは買いだと思ってたのに、それは拡張パックを買った人についてる、初回特典みたいな感じだったんですよね、ジュレスクのフィギュアね。でそれを分かってなくて、で注文の仕方を間違っちゃって、基本パックしか買ってなかったんですよ。それはそれで十分だったんですけど、いや拡張買えなかったと思って、この間キックスターターのアップデートがあって、それを見てみたらロマンティックのページで売り始めたよっていうんで見に行ったら、結構ね値段はキックスターターの時に比べたら高かったです。それはそうですよね、キックスターターは先行投資でお金をもら、集めるために安くしている部分もあるんで、キックスターターの時は安いんですけど、通常販売の時は通常価格に、なるわけなんで結構高かったんですけど、でもジュレスクが欲しくてね買って頼んだんです。そしたらね、その有料配送オプションを頼んでね、この時期なんでね、つい3日4日前ぐらいなんですよ、頼んだらね届いたんですよ、イギリスなんですけど、そんな早く届くと思ってなかったんですよ、1週間以上はかかるし、下手すると2週間10日2週間はかかって当たり前ぐらいのところが結構ね一瞬で届いちゃってびっくりして、今日届いて開けてね、ニヤニヤしながら一旦閉じましたね、今塗れないし、近いうちサフは吹きますんで、その時にまたねライブ上げようかなと思いますけど、前回のね基本パックのミニチュアはサフ筆で塗ろうとするともう弾いちゃってね、ちょっとひどかったんですよね、多分ねそれは剥離剤がついてるっていうよりも、Hi, thank you watching、 剥離剤がついてるっていうよりも、あれ、ミニチュアに使ってる樹脂のせいだと思うんですね、樹脂がちょっとね なんつうのソフビっぽい感じのミニチュアだったんですね、なんでいくら洗ってもね、そのツヤっていうかかなり弾いてたんですけど、今回のこれはねそんなことなくてね、多分樹脂が変わったんだと思う。でその樹脂使った時にね、コントラストペイントでこの下のベースの部分ね、これ一体成形っていうか、成形は2分割ぐらいかもしれないけど、くっついて入ってるんですよ。でベースに
コントラスト、下出るコントラストを、ね、塗ったらあのベースが曲がっちゃって、多分ね、その中に入ってるその色素が顔料の溶解成分、溶媒ですね、いわゆるがちょっとその素材と相性が悪かったんでしょうね。それが溶けちゃってね、曲がっちゃったんです。歪んじゃったんですよね。あららと思って。でそれ以来ね、ちょっとねコントラスト気をつけて使うようにしてます。あのね、よくその Facebook のコミュニティとかで聞いたら、その聞いたって聞発言を見ていたら、下出るコントラストの塗料っていうか、その、まあ、液体成分ねは、あの浸水性だっていう、まあ、翻訳だったんですけど、要はね、その水性の塗料を溶かしちゃうんですよ。なのでその乾燥しきってない状態、あるいは乾燥していても弱いペイントの上にコントラストを塗ろうとすると、そのね、剥げちゃう場合があるんですよ。だからまあコントラストってね、そういう使い方はまあ推奨はしてないから、まあそれはしょうがないと思うんですけど、あの例えばこれいい感じ、ハウリングバンシーね、ハウリングバンシーのこれはね旧モデル、まだあのシタデルの ソフトレジンあるじゃないですかあれの頃のやつね。ハウリングバンシーも大好きなんです。コントラストはそうだから、ドライブラシをちょっとかけた後に、しかもその、まあ、シタデルに対して割とあのシタデルは強いんですけど、他のアクリル塗料、例えばスケールとか、まあ、ファレフォはちょっと試してないけど、そういう、他のペイントを弱めに軽くドライブラシをかけた後に、あ、ちょっとコントラスト入れたいかななんつってやると、はあ、溶けてね、全部なくなっちゃうんですよ。均一になっちゃう。その時ね、ほんともうがっかりしてね、うわーもう終わったと思ってね、だいぶ嘆きましたけどね。そしてコントラストの、あと他の情報としてはね、まああんまり悪いことばっかり言ってもいいよ、すごく楽ですよ。僕もあの使ってます。早くねセットを統一感ある色で仕上げたい時とかね、あのガンガン使ってます。ただね、あの、まあ、若干注意が必要な部分があるんで、まあそれはあの気をつけてね、あの慣れてる人も、使った方がいいと思うんですけど、凍ったことがあるんですって、でよっぽど冷夏のねところでやってたんでしょうけど、凍ることがあるって。だからそのまあね、日本ではどうか分かんないけど、ガレージにね、その自分の趣味のスペースを置いてて、であの帰ってきてから、あの静かにガレージで一人でね作業するっていうような、あの お父さん方もいると思うんですけど、そういう時にね、自分がいない時はね冷夏を下回るなんていう地域にいる人はね、あの下出るコントラストは気をつけた方がいいですね。保管はね、まあ、自分の部屋に置いとくとかね、どっかにあの家族に文句の言われない場所に置いとくとかねしたらいいと思うんです。こう凍るらしいですよ。まあね、新しいね塗料ですから。ただね、ほんとすごい使い勝手は良くてね、あれはもうすぐできちゃいますからね。おすすめはね、
黒の こんな風にね、うん、黒の下地をかけた上に、ライティングで白のあるいはグレーのハイライトを吹きつけておく、あるいはドライブラシを強めに、シタデルのドライブラシとかでね、シタデルのブラシ塗料とかでね、つけておいて、シタデルだと溶けないんでね、その上からコントラストを各色塗るともうねバッチリ、それだけでもう、完璧で、まあグラデーションしようと思ったらね、塗ってる途中で乾かないうちから黄色からオレンジとかね、青から緑とかやっちゃうと結構ね、すんなりグラデーションもいけちゃうんでいいっすよ。あれは最高ですね。ちゃんと注意すればね、ちょっとね高いね、なんでインクとかをねこうやって試してみるわけですよね。インクにねちょっと、固形成分とかを入れて塗料を出したりするとコントラストになるよってね、長年プロとしてやってるペインターの人はね、もっと安く作れんだよっていう YouTube とか出してるのも見ましたけどね、ロン毛の美青年の人ね名前わかんないんだけど名前覚えるのね苦手なんだ、何回言うんだってね、苦手なんだからでしょうかね。あ、これはちょっと色がかぶった、これじゃないな、これグリーンを入れてみるか、あーなんか錆びた色みたいになっちゃった。もともとこれはね、グリーンスタッフワールドの赤いサフね、そこに載せてるもんだから錆びたみたいになっちゃった。乾いてみないとどんな風になるかはっきり分かんないですけど面白い色になりましたね。これはこれで、いい感じじゃないでしょうか。ゴールドに紫で、ね、鉄板ですね。僕はねこれをいわゆるサミュエルカラーって呼んでます。サミュエル・エル・ジャクソンね、マダファの人ねマダファーゲンとか言ってましたよね、この間の映画でねこの間じゃないか、インフィニティウォーでね、パッカー言わなくなりましたね、しょうがないですけどねディズニーの映画ですからね、ディズニーの映画でもね、でもそんなに言ってる映画はあると思うんですけどね、まあ、サミュエル・ L ・ジャクソンには言わせちゃいけないってね、マザー P を世界一うまく発音する男ですからね、最高の俳優ですよね。
メイス・ウィンドウだったんですよ。ジェダイ、最強のジェダイですよ。最強のジェダイでアベンジャーズの長官でね、あとサメット一人で戦ったりね、あとクリスティーナ・リッチに監禁したりね。そんな映画誰も見てない。なんとかモーン、スネークモーン、スネークじゃないか、なんとかモーン、忘れちゃった。クリスティーナ・リッチと一緒に出てるやつあるんですよ。これは青は使ったかな、ちょっと赤にしてみようかな。ああ、赤がなくなっちゃった。うん、いい感じですね。まあ乾いてみないとね。ああこれはね、落とすのがタイムロスになるな。しっかりくっつけとけばいいんですけど。ああ、しかも取れちゃった。うん。あれに塗りたかったな。こすって銀さんに塗ったやつに塗りたかったけど。ちょっともう閉まっちゃって出す時間ないな。まあ今度ね、このインクをエアブラシで拭いたらどうなるのかっていうのをね、ちょっと試そうと思ってるんで、いつ頃になるかわかんないですけど、うん、準備ができたらねやりますよ。オレンジにしようかな。お、なんかゴールドみたいになっちゃこれ、この感じ気に入りましたね。もうメタルフィギュアのペイントにインクだけにしようかな。あ、お、Thank you watching。あれですね。カラーシフトメタルも試しますよ。うん。インク試した後ね。カラーシフトメタルはね、最高ですよ。レアはいいですね。筆で塗ってもね、全然いいですよ。効果は出ますし、エアブラシで拭くとね、もっといいですけどね。うん、これね、グリーンに青のインクを乗っけてますけど、ああ落っこちゃった。もう、おっ時間が来ました。まあ今日はこんなところでしょうか。はい。グロッシーの、キャンディーインクのセットを試してみました。これね、金属色に
塗ってもいいし、ツヤをね後で処理するっていうんだったら、まあ、ツヤ気にしないとかね、そういうことであれば、うん、全然他の色も使えるし、で混色も綺麗にできますしね。で今度エアブラシを拭いてみます。エアブラシでねまた効果も違うでしょうし、うん、またツヤの感じもね違うかもしれないんで、はい、非常にね使いやすくていいですねインクはね、うん、これちょっと対応していこうかな。ツヤ消しのインクは結構いいかもしれないしね、使いやすそうです。うん、グロスもね使い方次第で、この金属色で塗ったミニチュア、あるいはメタルミニチュアのね、まあ、プライマー、メタルプライマーの上からインクをかけると、かけるとってかけちゃいない、塗ると、うん、これはちょっと僕はね好きな感じですね。はい、グリーンスタッフワールドさん本当ありがとうございます。 Thank you very much グリーンスタッフワールド。今ねスペインも大変だと思うんですけどね、うん、グリーンスタッフワールドさんねスペインにあります。はい、まあでもいずれ必ずね収束するんでね、応援していきましょう。今ねさっきまあ、こんな話すると下世話な感じしますけど、為替見たらね今円に対してユーロポンド激下げ、円高がねすごい進んでてね、今ね日本の人海外から買うと安いですよ。マシューもね、まあすぐいつのレートを使われるか分かんないけど、マシューも今仕入れしとくと安く買えるんじゃないなんつったりして見てるかな、マットレートとか関係ないか、母国のあれかな、取引を使うのかな、分かんないけど、はい、うん、貯蓄とかねどうなんだろうね。日本円を今ポンドにしてイギリスに貯金すると、まあ手数料とかよく分かんないですけど、そしたらちょっとまあ 1ヶ月前よりだいぶなんかいい感じで預金とかできるんじゃないのか、知らないんですけどその辺の金融システム勝手なこと言ってますけどね今ね、はい、こんな感じで、はい、インクも筆塗りで楽しませていただきました。エアブラシもやるんで、うん、今週末ですかねやる予定でいますんで、はい、そのためのミニチュアも、まあ、用意していっていますんで、はい、ご期待ください。ではまた会いましょう。さようなら。